小内町は、愛媛県の南予地方にあった町である。2005年3月、八幡浜市との一市一町の合併により、新しい八幡浜市の一部になった。佐田岬半島の付け根に位置し、柑橘類の生産が盛んであるほか、食料品製造業などの工業も盛んである。明治期に、愛媛県内で一番早く電気が灯ったり、金融機関が一番早くできるなど、 隣の八幡浜市とともに文明開期をリードした。愛媛県の西に突き出した里田崎半島の付け根に位置し、東は八幡浜市、北東は大須市、西は西和郡伊方町に接している。北と南はそれぞれ瀬戸内海と和海に面している。町域の大部分は山間地と丘陵地が続き、平地は乏しい。危機川は、 金山伊豆市寺に、区内側は、銅がなるに源を発している。これら流域に平地が明けている。丘陵地の大部分は、雲州未完、伊予館の果樹園として利用されている。温暖で、ほとんどの地域が、南の上海に向かって、谷が開けた地形をしており、ここに人家が密集しているため、温暖である。年に数回積雪を見ることがある。この地域は、奈良時代から、 江戸時代にかけて、合明を、矢野豪、矢野章などと呼ばれていた。矢野保つのうちから、骨になったと言われている。周辺も含む、市町村合併の歴史については、西和郡のページ参照。主要産業は、伝統的には、柑橘類の栽培であるが、食料品製造や、商業も盛んである。製造品出荷額では、旧、八幡浜市をしのいでいる。 町内には、隣の伊方町に、伊方原子力発電所がある関係で、電気事業関連の社宅があり、また地元有力企業の社員寮があるのをはじめとして、愛媛県南予地方では珍しく集合住宅の多い町である。ただ、これは平屋を建てるべき土地が少ないという証でもある。町内に鉄道はない。 鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 四国予算線や渡浜駅。国道197号と国道378号が町中心の区内地区においてクロスしている。その反面、換気通りを運搬する大型トラックなどの交通がこれら道路に集中しているため、朝夕には混雑も見られる。特に、 ヤワタハマとの間の名坂トンネルは、福音が狭く特に混雑しているため、名坂トンネル西へ、新たに、八西トンネルが整備された。ヤワタハマ向きなどに抜ける県道28号の、須田トンネルと、相まって、隣接の市と三本のトンネルができることになり、渋滞緩和に期待が寄せられている。国道378号の御瀬トンネルなど改良が、進み、 佐タ岬半島から松山市方面への行き来には、ヤワタ市、大須市経由ではなく、このルートを用いることが多くなっている。小瀬峠、現在は行われていないイベントなど、ありがとうございます。